小弓久文さから1886年1月17日は、江戸時代末期明治時代初期の国学者、歴史学者、教育者。名は久さ字は、試験、古典、通称は豊太郎、画号として、雪窓など、貧乏国足田軍府中一村出身。代々新職を務める家に生まれたが、新職を弟に譲り、自身は受学者として分家する。 学問は特に資学を極め、事実文編、三備え資略を、はじめ多くの著述を残した。また、福山藩校茂之館及び自身が設立した文工府中教学で教鞭を取り、この教学が小学校として移管した後は、家塾版交換を開き、多くの子供の教育に専念した。五、弓家の祖先は、藤原氏で当初は石岡押しとしていたが、 近中に奉仕して、弓の政作に関わる、お弓氏の、五の字を、同音の、ごとしてお弓と名乗ったという。813年に、大見国日吉神社の分岐を建て祭り、貧乏国足田郡元山村に移住。その後に、府中市村に移住して羽中八幡宮に代々奉仕し、勤めた。広谷村、中洲村に村の新職を兼ね、元禄年中に、吉田神事寮に属し、 継目居城を受け、その失踪により代々5位に寄せられていたという由来がある。久文は1823年1月24日に五弓久塗の,の長男として誕生した。母は小池氏、弟は久敷。久文は幼少の頃から漢文を学び、同郷の医師、木村楓窓について苦闘を受けた。その後、備中笠岡の小寺清氏に国学を学んだ。 若年の頃より父に従って、家業の神事を習っていたが、十三歳の時に父が両名を失明したのを機に、洋弱ながら父に代わって神事を行うようになった。しかし、工学神の扱った久文は、千八百三十八年十七歳の時に弟の久式に、嘉光と無を託し、父母の許しを得て、大阪の後藤松院の塾に入門した。その後、 広瀬玉草の塾に移った。二年間学んだ後、1841年には、江戸に行き斉藤節道の門に入る。さらに昌平坂学問書で学び、教官の与田匠里に従事した。江戸留学中には、当時藩時校であった門田、僕人氏を、たびたび訪問し、教えを講うていたという。1845年に一時帰国した後、伊勢で斉藤節道に、大阪で、 篠崎小竹に越見した。その際、事実文編の趣向を示したところ、両氏は共に、事実文編の序文を寄せ、その禁句制御を激励した。その後は、林土川仁志、林福仁氏と塾を転じた。林福仁氏の獅子うぐいスケートは最も親交があり、互いに日々切磋琢磨して学業に大いに励んだ。茂野安嗣や和志津喜道とも交流があったとされる。 さらには、下佐国井沼高刑事の僧、梅地の招きにより、生徒を教授して、数年、1856年病気により帰国した。経学ではまず第一に、楽、学を、主とし、史学においては、史実眼を最も愛し、通読は、数十回に及び、五行ともに下るまでとなったが、それでも、斎藤節道には及ばないところが多かったという。篠崎は、 事実文献の序下、詩、兼夕方見二一線、古偶祖の初家塾なり、ある塾等、ある質主層の役、昼日暇無、む、つかん夜をよる、囚人、我が読、ヒ城坂のゆえ、不無筆し油値の藩を燃え、左樹三十四年間、聖子の大札、また、別う諸称者数百殺その金句弁礼、兄はレ正生ョのところのお呼びかかな、お印、 当時の久富がック弁令していた様子を伝えている。1863年4月9日には、事実文編編纂の項により、福山藩主より称され、二人ぶで、毎月6日間、半額茂行藩教授に出勤が命じられた。後に40票三人ぶを加造され、席に列せられた。福山藩からは、その後1868年に、神社取調べ係を、 1869年に府中市村に設けられた半額茂之間の文工府中教学の教授を命じられたが後に廃藩により職を解かれた。廃藩知見後の1872年年11月に小田県豪社神奈美神社士官に命じられたが数ヶ月の後に辞職。1874年年2月には文部省の要請に応じ再び上京し文部省士官 同年7月に、大乗監修士局、1875年8月に、修士局御用係、その後三東京治むを歴任。後に病気により辞職した。1867年の干抜と公害のため、五国が実らず、貧民の休防を見るに耐えず、久文は貧民を休日するよう不中し村内いの、不合を説得した。遠藤吉兵衛をはじめとする18人は、出資して、 これに応じた。福山藩長に赴き、武行の鈴木城之助、大目付軍武行権役の交代山九郎にその旨を、届けで藩の許可を得て、同年8月29日より府中、出口の各町を回り分配した。その金は19巻83問目5分、救済人員は実に2884人に達し、旧民は緩急して、これを受け、飢餓を免れたという。 府中教学、万光館江戸から帰国した1856年に家塾を開いた。1869年11月、茂行機関の文校府中教学の設置により、この教授となった。久文はすでに開いていた家塾が手狭になったため、教学設立の工場格を福山半島局に提出し、1869年4月に設立を許可された。 校舎の建築は一切を不豪の遠藤吉兵衛が引き受け5月20日に工事に着手し10月末に落成した同年11月17日に開校となった開校当時の生徒数は54人であった1872年学生の発布により小学校となるのに伴い分校を辞め再び家塾を開き版交換と名付けた 官職を退任後はもっぱら番交官において、英才教育に従事した。中等教育機関のなかった当時、番交官の名声はたちまちおちこちに伝えられ、遠く故郷を離れてくる者もおり、生徒数は実に1000人に及んだ。貧乏銀行初代討どや府中町長などを務めた、遠藤吉兵衛をはじめ、同門から多数の学者、教育家、中央地方の政治家、行政家、 軍人などを排出している。羽中八幡文庫羽中八幡文庫を設けて、修学の市に教し図書館の橋を開いた。羽中八幡社は、1753年に、木村晋介が古事記と旧事記合わせて発掘を、建納して以来、それを先例として毎年うじ子により、書物が寄進されていた。久踏は、書物庫を設け、 氏子はもちろんその他の旧学者にも参加を募り、その集金により年々購入数を増加させ、かつ裕福な家には特にその蔵書を寄贈させて、小学生の修学資料として教した。久しく年を重ねた頃には、千余るべ、数千冊という多くの蔵書になったのは、実に久文の力によるものあった。後の1919 19年に羽中や渡文子の蔵書を基礎として、 記念図書館が作られ、以後続々と新たな蔵書が追加され、公衆の閲覧に供することで地方の文化に資するようになった。修正著述に打ち込んでおり、下記を含め40種、300数十巻の師書を返述した。これを大上館及び、区内教文に剣能及び諸校に贈呈し、また刊行している。これらは現在、関西大学図書館を弓切奏文庫に、 所蔵されている。ありがとうございます。